漁師ね。黒霧島。はい、じゃあまず焼酎で乾杯。黒霧いただきます。あーうまい。効く。サバ、はいどうぞ。はいどうぞ。それではですね、ゲロゲロに寒いんで湯豆腐でもよいしょ、おいっちょ。はいどうぞ。いただきます。うまい、あったまるあったまる。うん、いいね、湯豆腐。いやー、これはいいな。これは最高にうまい。なんか夜が長そう。6時。でもそんなね、起きてたって別に腹が減るわけじゃないし、まあ夜食は買ってあるから、エビの夜食は。さてと、ということでもう一回温めます。豆り？豆りですか。豆りきゅうさん、美味しい。豆利休さんすごい。次も豆利休さん、豆利休さんの豆腐は美味しいです。でこれをこう言ってるとなんか送ってくれるかもしんない。これこういう面ですごくね、片手にストーブっていいんですよね。こう高くなんないでしょ。これ地べた直置きに近いでしょ。だからこうやって鍋とか湯豆腐とかね、こう何人かでこう囲む分には最高にいい熱装置なんですが、まあうまくいかないですよね。はいチリコンカンです。これ白いのはね、クラッカーを入れて砕いて入れてるんですね。ちょうどねこういうクラッカー、プレーンのこれを手でぐちゅぐちゅっとポンとこんな感じで入れてですね、食べる料理です。多分メキシコ料理かなんか、刑事コロンボでよくコロンボが好きでね食べてたのは小学校時代の俺が見てですね、あ、これはいつか食いたいなと、思ってもう40年ぐらい好きな料理です。非常に美味しいですよ。おすすめです。うまい、うん、ちなみにこれ豆、本場のメキシコでは食べたことないけど、っていうか行ったことないんで、これは非常に美味しいです。コロナビールとかですね、あの辺のビールとすごくあっさりしたビールですね、クアーズもそうだけど、そういうのと非常に合うと思います。おはようございます。今は何時だ、あれ6時だ。昨日とはですね打って変わって、すごいいい天気になりそうですね。昨日ね、ベッドじゃねえやシェラフに入ったのが10時半11時ぐらいですかね。で7時間ね、トイレにも起きずぐっすり、寝てしまいました。すごい、爆睡しましたね。ちょっと、朝ですんで、お茶でも飲んでですね、ちょっと落ち着きたいと思います。じゃあそろそろですね、朝飯作ります。基本的に僕の場合動画でご飯炊いたこと1回もないんですけど、なんでかというと面倒くさいからで、今回もというか今回はこう砂糖のご飯ですね。これが一番手軽でいいんで、これとあと買うままに何か作ってもらいます。強さが全然違う。さて、朝飯です。